い、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望大使特典シナリオ大使両覧石田三成プレイ続きをやっていきたいと思います。で現在なんですけども実は豊臣との戦いを少しだけ進めてしまいました。前回豊臣の大鉄砲隊の前に大敗を喫したわけなんですけども、その後はですね、いくつか合戦を行ったんですけど、運よくそのうちの最初の2回が雨の中での合戦スタートになったので、一気に距離を詰めて雨が降っている中、敵軍を壊滅させることに成功してですね、豊臣の鉄砲をほぼほぼ使い尽くしさせましたかな、使い尽くさせましたというところで、豊臣軍の方は鉄砲が以前ほど潤滑にはないという状態の中、さらに攻め上ってですね、信貴山、あとは石山御坊、この辺りを取ったのと、あと丹波の方も一部、攻略済みということになります。でその後一旦ですね、対豊臣戦線という意味では和睦をしたんですが、今回また再び開戦をしていこうかなというところから始めていきたいと思います。では早速開戦、戦線布告していきましょう。我が際お見せしましょう。基本的には、対豊臣に関してももう数で押すっていう段階になりつつあるかなというところですね。そこまで国力差、兵力差がない段階においてはある程度ね、その国力であるいは兵力で押し切るっていうのが難しい部分もあるんですけど、ある程度のところまで進めることができればもう力攻めが可能になるというところになってきますね。では今回はまずは高屋城あたり、いや有岡城から攻めますか。有岡城攻めから始めましょう。ここは信長率いる5万6000の軍勢になりますね。これで攻めていきましょう。進め。でもう一体軍勢を二手に分けて岸和田方面、岸和田西賀手取りと、この辺りを攻める軍勢としては島左近、これが3万、これを走っていきましょう。でさらに余裕が出てきた段階で、もう一体軍を起こしてもいいかなと思うんですが、まずはここまでになるかなと思います。でまあもちろんね、豊臣の方もまだまだ抵抗する力はありますんで、合戦をいくつかこなしていく必要があるかなとは思っています。で朝廷からは官位がもらえるということなので、まああまり必要性は感じないんですが、やっておきましょう。報告いたす。先月の収支だ。そうするとだ。集結中の、そうなんですよね。この軍勢がどこに向かうかというのを見極めたいんですが、ちょっとどこに向かうか。飯盛山に集結させてどこを攻めるか。飯盛山を攻めるんだな、いや守るんだな。目標飯盛山、これ有岡城で待ち受けて有岡城で合戦に及ぶっていうのがいいね。やっぱり陣を持ってる方が圧倒的に有利になりますからね。一人たりとも逃すな。おっと思ったら常久がこっちに来たか。ちょっと予想外の進路を取ってきたな。絶対に信長の本体を攻めると思ったんですけど、敵の方はそれなりの軍勢になってるね。かつ鉄砲隊も一体だけだけど混ざっていると。味方の方は、左近、義継、正信、正豊、長政、まあ、この辺りは全く問題ないかな。で敵の方と戦力的には全くの互角で、陣はこちらが取っているという状態になりますね。であればここは我が力お見せしよう。本陣切り込みで常久の本体360しかいないので、これを一気に壊滅に追い込みましょう。
多分ね、それが一番手っ取り早く今回は終わるんじゃないかなと思いますね。常久があとはちゃんと想定通りの場所にいるかどうかだな。本陣切り込み隊を組織しているんで、本陣切り込み隊をもちろん常久に突入させるというのはもちろんなんですが、始めるぞ。ゲチよ、覚悟しろ、行くぞ。で、一応このシリーズもうおなじみになってますけども、まあ、旅行のね話を少ししてますので、今回も、タイシンガポール旅行の話を少ししていきたいなというふうに思っています。本陣切り込み隊敵も使ってきてるね。今ぞ攻め込め。策のある者がいるようです。まず義経の方は足止め、まず足止めできるなら食掴んだ勝機逃しはせぬ。とにかくね、常久360しかいないので、これを一気に壊滅に追い込むというのが一番いいかなと思います。始めるぞ。で、前回どこまでシンガポールの話をしたかというと、マリナベイサンズに到着して、その後マーライオンの方に行きましたよというところね、お話したと思うんですけども、今回はねまたマリーナベイサンズに戻って、スカイプールの話を少ししておきたいなというふうに思っています。でスカイプールって何なのっていうところなんですけど、スカイプールっていうのはですね、マリーナベイサンズは3棟からなるホテルになってるんですけども、その屋上にある、宿泊者専用のプールになってるんですね。で、このスカイプールって呼んでるんですけど、実際にはインフィニットプールだったかなっていう名前になっていて、まあ、屋上にはですね宿泊者以外でも入れるんですけど、プールに入ろうとすると原則宿泊者のみという形になるんで、どうしてもこのプールに遊びに行きたいなという場合はもうマリーナベイサンズに泊まる以外に方法がない形に一応原則なってます。で今回はマリーナベイサンズに泊まりましたんで、この、ね、スカイプールに行ったんですけど、結構ね、寒かったですね。特に夜行った時なんかもう震えるような寒さでしたね。ただやっぱりファランとかは何なんでしょうね、脂肪が厚いのか何なのかよくわからないんですけど、全然ね楽しそうにしてましたけど、僕なんかはもう寒くてブル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 震えながら入ったんですけど、まあ、せっかくね、まあ、マリーナベイサンズ来たし泊まったしということで、昼に1回夜に1回ずつ遊びに行きましたっていう話をしているところで、常久の360撃破したので全軍撤退に追い込みましたね。本当はねもうちょっと壊滅的なダメージを与えておきたいんですが、まあ、まずは一旦はここでよしとしましょう。で裏くさいがこちらに着くと、武蔵とかも豊臣側に入ってるんですね。かたじけない。そしたらちょっと力攻めにしておきましょう。ああそうなんですよ、ここ今宗敵と信長がぶつかろうとしてますけど、実はその豊臣との合戦の中、宗敵が捕まって敵に土用されるという屈辱を味わっているので、ここはなんとかね奪還を最終的にはしていきたいなというところになります。さあ総敵も550か。で鉄砲隊とかもいないですね、もうさすがに。やれば本陣切り込みで総敵の550を撃破していきましょう。それが一番早そうかなと思います。総敵はどこにいる、ここだな。この550さえ削り取れればさっきと同じ形で合戦に勝利できますからね。で一応ねスカイプールはミニバーとか、あとはプールの外にはなっちゃうんですけど、もちろん、ルーフトップバーとかもありますんで、まあいろいろと楽しめるかなというところと、あとねやっぱり普通のホテルのプールとかに比べて
プールで遊んでる人口っていうのかな、人数っていうのかなが多いんで、まあ、目的にもすごく楽しめますね。やっぱり敵の居所知れましたな。今ぞ攻め込め。さあ総敵はまだまだ始めるぞ。後ろの方にいるけど勝家が突撃を行ってるね。あれで総敵の550を削り取れれば終わりますからね。それで戦いはこの策で勝てるはずだぜ。この策で出し抜いてくれよ。俺稽古をつけてやるとし、練り上げし我が部。そうか、勝家鉄砲隊なのに先人本陣切り込み隊に任命しちゃってたんだな。ちょっともったいなかったですね。この策で勝てるはずだぜ。この策で勝利をつかむ。逃げないのなら仕方ありませんね。この一撃貴様にかわせまい。我が策これに。敵の居所知れました。でね、今回幸い、まあ、雨季になりつつあるというか雨季のシンガポールだったんですけど、そんなにねめちゃくちゃ雨に降られたというわけではなくて、街中を散策している時に1回、あとは、またちょっとね別の機会にお話ししようと思っておりますけども、なんかすごくしゃちょこばっちゃいましたけど、別の機会にお話ししようと思っているシンガポールユニバーサルスタジオの、まあ、遊んでる中に1回だけでしたね。まあ、もちろんね屋内にいる時とかにもしかしたら、他にもね雨が降っていた、あるいは夜降っていたとかっていうケースあるかなとは思うんですけど、ケースとしてはねそれくらいでしたね。なんでプールの水もね温水とかではないんで、雨とかがバチャバチャ降るとやっぱり多少ね水温がぐいぐい下がるのかなっていう印象はあるんですけど、そんなに雨は降ってなかったんですが、まあそもそもね気温がやっぱりめちゃくちゃ高いというわけではなかったんで、かなり寒かったですね。よし、これで総敵軍も倒したんで、3個4個と城を取っていきましょう。片付けない。そしたら有岡城も力攻めにしていきますか。でこの辺りでもう一体軍を起こしていきましょうか。ちょっとね兵糧の消耗が激しくはなってしまうんですが、豊臣軍を壊滅させるには絶好の機会なので、この隅城あたりに兵3万、成政か。ちょっとここは合戦でもし一大決戦に及ぶとなると、ちょっと戦力的にというか武将の質的に厳しいかな。まあ信濃方面に展開している武田、旧武田家の軍勢というか武将というかをこちらにね転戦させてもいいかなという気もするんですけど、まあ、それはそれでまたちょっと面倒もあるので、そのままにしておきましょう。片付けない。まあ、いずれ来る対上杉戦線に備えてそのまま温存ですかね。出陣する。俺も志を果たすため。さあここで斎藤利光、さらには宮本武蔵はじめ、武将結構捕らえましたね。かたじけない。では左近の部隊は西賀へと兵を進めましょう。出陣するぞ。で今回ねお話しているようにタイで知り合った女の子と一緒にシンガポールにタイから入ったんですけど、やっぱりねシンガポール夜景が綺麗なところ
あるいはそのいわゆるインスタ映えするとか、なんていうのかな、そのフェイスブック受けがいいとか、まあ、そういうところを中心に回ったんで、ものすごくね写真をバシバシ撮ってました。でフェイスブックとか、あとは LINE のタイムラインとかにむちゃくちゃそういうね撮った写真とかを上げて嬉しそうにして、さらに友達から来る反応とかに危機として返信している姿を見ているのはね、めちゃくちゃ良かったですね。まあ、連れてきてあげて良かったなっていう感じですね。さすがにね、めちゃくちゃお金はかけた甲斐があったなというところなんですが、ちょっとねあんだけ喜んでくれるとまた別のところにね連れてってあげたいなと思っていて、次はですね、香港とか上海とかがいいかなと思ってるんで、まあ、ちょっとね今年中に、いや今年中じゃないです、もう今年は終わりですからね、来年中には連れて行ってあげたいなと思ってます。進め。さ、長宗我部家の毛利元就、なんかちょっと違和感ありますね、この長宗我部家の毛利元就って言われると。報告いたす、先月の収支だ。表情、みるみる兵糧が減っていってますんで、ここは急いでね次の施策を入れていきましょう。ここ義継にするか高虎にするか、まあ義継にしとくか、軍事34は大きいですからね。で、どの辺りを入れていくかですが、まあ、鉄砲の攻撃力上昇を入れておく。あとは論議系がすごく溜まってるんで、論議系を入れておきましょう。でもこんなもんかな、今すぐできるのは。じゃあこれで進めていきます。さあここで秀吉軍、秀吉自ら率いる軍勢との合戦になりますが、どうだ、ここも秀吉650であれば本陣切り込みで一気に蹴りをつけましょう。ただ本陣切り込みは義清と勝家をチェンジ、まあ、前回はね勝家を鉄砲隊組織している勝家を本陣切り込みに入れちゃいましたんで、ちょっとねもったいなかったかなというのがあるんで、今回は義清に変えていきましょう。で秀吉はどこにいるかというと一番後ろか、まあ当然だな、兵の数も少ないですからね。まあ、まずは秀吉にたどり着くところまでですね。まあ、こんだけね戦力差、兵力差があると全軍突撃で一気に蹴りをつけるというのも手なんですが、全軍突撃で最近ちょっと痛い目に遭うことが何度かあったので、これは光秀がいるな。できればね本陣切り込みで敵の本陣を壊滅させる、敵の大将の陣を壊滅させるっていうのを一番目標にしましょう。もちろん敵の大将のね数が多いとそれをするのもきついんですけど、まあ1000以下、まあ、600、500ぐらいであれば、それが多分ね、一番早いかなと思います。この策で勝利をつかむ。この策で勝てるはずだぜ。総合和政とかね、この辺りも強力ですからね。まあ、もちろん光秀も強いですからね。光秀もおそらく全体的な能力の総力というのかに関して言うと、おそらくトップ10入りはするんじゃないかなっていう力ありますからね。あと秀吉は大返しで逃げる時がめちゃくちゃ早いんで、できるだけねその戦力を集中して一気に削り取らないと秀吉に逃げられてしまう恐れがあるんですよね。そのあたりも注意が必要なところにはなっていきます。この策で家
勝てるはずだぜ。ひるむな。しまった。ヨシキヨを間違ってクニッサ、雨具クニッサの方に突撃させちゃったな。格の差、あくまでも秀吉の首を取るっていうのが一番目標だったんだけどな。で、信長がどこにいる？信長は結構削られてる？まあそこまででもないか。ちょっとあれだな、引きずられてる感じだな。光秀に。で、まだ秀吉の居場所すらつかめてないのか。どこにいるんだ秀吉は。敵の居所知れました。完全に連れ出されてるな。放て。今は引くぞ。なんとか盛り返せるか。これで一旦は。しょうがない。ちょっとここは戦い方を改めてじっくり腰を据えて戦いますか。もうちょっと楽に戦えるかな、勝てるかなっていうね、目論みがあったんですけど、敵が陣を持ってるというのもあり、なかなかの苦戦ぶりだな。そしたらまず確実に敵の部隊を壊滅させていきたいので、覚悟せよ。この手で天下をつかむんじゃ。秀吉はどこにいる？未だに秀吉の正確な居場所がつかめてないけどな。秀吉はここだな。よし、じゃあ秀吉に関しては、いや強いな秀吉。勝てるはずだぜ。下地を覚悟せよ。秀吉は強いぞ。行け。この策で出し抜いてくれよ。全然秀吉は強い。さすがだな。もう信長が改装するリスクは一気になくなりましたけどね。この策で勝利をつかむ。この策で出し抜いてくれよ。この策で。ちょっと吉清が危ないね。秀吉と対峙してる吉清が。逃げないのなら仕方ありませんね。ゲチを始めよう。邪魔するなら容赦しねえぜ。10倍の兵力で戦ってるんですけどね。一進一退、むしろ押され気味っていうのがね、さすが秀吉というのと、ちょっと僕の方の合戦の段取りが良くなかったかな。一旦引くか。何しやがる。我らが敗れるとご命令を始めるぞ。この策で出し抜いてくれよ。こちらが一枚上手のようですね。いかんな。孤独の部隊もこれ壊滅させられそうだな。孤独の部隊も壊滅に追い込みましょう。で、ヨシキヨの軍勢が削られるんで、ヨシキヨの軍勢の支援に向かいます。我が策、これにご命令を。いざ進まん。正々堂々勝負せよ。逃げないのなら仕方ありませんね。今だ、放て。仕方ねえ、一旦引くか。孤独の部隊はもう完全撤退に追い込んでいきましょう。覚悟せよ。
行け。始めよう。正々堂々勝負せよ。まあちょっとね、長引く戦いにはなっちゃいましたけど、これで完全に豊臣軍を壊滅させられそうですね。まあ、大将だけを取るよりもね、完全に兵を削り取るっていう、そういう戦いになりそうですね。この策、勝利をつかむ。我が策、これに。ここは守れ。時には大胆に攻め込まねばな。練り上げし我が部、徳富よ。まあもう秀吉一人で頑張ってるって感じかな。いや本当に秀吉強いな。引くぞ。いかんいかん。よし、これで秀吉も撤退させましたね。まあ7000で出てきたうち6000ぐらいは削ってる。5300削ってますね。これでじゃあ姫路から一気に前にと兵を進めていけそうだな。かたじけない。で左近は攻めていて、武田城の方も順調。姫路も落ちそうですね。我らの勝ちよ。勝ち時を上げよ。で西賀も落としたので、西賀から先すまねえな。手取り城攻略しにかかりましょうか。左近の部隊は、で手取り城を取ったら左近も中国地方へ転戦できるので、鈴木三太夫ですね。ちょっとね、読み方以前間違ってしまってご指摘いただいた方々本当にありがとうございました。で勝家ではなく信長となりますか。この隅城とかで合戦にならないことを祈るだけだな。とは包囲せよ。で長吉の部隊7800と信長軍5万。まあ、ここもね、一戦のもと一気に敵を壊滅に追い込めるかな。問題は長吉の軍勢の数がどれくらいか。1150で鉄砲隊が 1,2,2 体か。まあ数は多くないんで、これこそまさに全軍突撃だな。見せてやる。ちょっと待ってくださいね。俺の力、地形がどうなってるかだな。あとはまあ合戦になるようなところは平地になりそうですね。待ち構えるよりも攻撃に徹した方がいいでしょう。神出鬼没でね、その我が力ご覧あれ、敵の鉄砲隊にさらされる前に奇襲をかけるというのも策の一つかなとは思うんですが、まあ、鉄砲隊もそこまで数は多くないので、今回は全軍突撃で一気に蹴りをつけましょう。幸い長吉も全軍突撃態勢に入っている。見つけたぞ。やってやるぜ。全軍突撃同士のぶつかり合いになればこっちのもんだな。数で一気に押し切りましょう。さらにごった煮状態の中一気に敵軍を壊滅に追い込めるんで、まあ、味方のね消耗も激しいんですが、早くていいですよね。合戦の蹴りがつくのが。今は引こう。今は引くぞ。よし、一気に全軍撤退に追い込みましたね。矢を放て。天も人も俺に背くことは許さぬ。お、死のうは一条。ここで柿谷三成を討ち取ったんだな。お、荒木村重がこっちに入るか。荒木村重もね、万能ですよね。統率86、武勇79、知略が91、内政こそ70割ってますけど、68あれば十分ですからね。まあね、総敵をやっぱり取り返したいですね。僕としては総敵を取り囲め。
よし、姫路城も取ったので室津へと軍を進めましょう。片付けない。で、一応ですね、ゴールデンウィークもタイに遊びに行こうかなと思ってまして、女の子とね、まあ、香港ないし上海ないしっていうところに行くのは今だと夏休みを予定しようかなと思ってます。で、奥さんともちょっとね、旅行に連れて行ってあげなきゃいけない、連れて行って行かなきゃいけないというか、連れて行かなきゃいけないというか、一緒に行こうという話をしてるんで、これもね、また香港っていう話がちらほら出てるんで、香港にね、2回続けていくっていうのもちょっと微妙なんで、もちろん奥さんの意向を最優先にしつつ、どこに行こうかなっていうのをね、決めていければいいかなと思ってます。さて、手取り城も取りましたね。かたじけない。さあ、では左近の部隊を一気に中国地方に上陸させていきましょうか。天神山あたりまで兵を進めましょう。ちょっとね、30分過ぎてるんですが、もうちょっとだけね、やらせていただきたいと思います。報告いたす。先月の終始だ。一人たりとも逃すな。さあ、ここでどうだ。豊臣軍数は5700、鉄砲隊で総敵が入ってるんだな。ここは敵の陣が不明なんだな。川があると。なるほど。じゃあここは本陣切り込み隊を組織して敵の本陣を叩きに行きましょう。まあ、数の上では5倍の兵力を要しているものの、この戦場に投入できるのは1万5000までなんで、この1万5000をね、敵にぶつけていく形になりますね。で、敵は懐深く、お覚悟願おう。学力の字。油断が過ぎるのではないか。まあ、でもね、西賀、あとは堺、この辺りを完全に石田勢が抑えたので、今後鉄砲はむしろね、石田の方が、我々の方が多く数としては確保できるかなっていう感じはしますけどね。守るっていうね、気はさらさらないんで。もう狙うは大将首。この策で敵を欺か。我が覚悟お見せしよう。しまった。この策で出し抜いてくれよ。この戦、これで終わらせる。手加減できるほど器用じゃないんでな。
切り込め。敵の居所が分かりました。やりたい、前へ。ちょっと山中鹿之助とかこの辺りと戦っていくと消耗が激しい上に時間がかかるんで、もう大将を撤退に追い込む、あるいは海藻に追い込んで繊維を大きく削るかっていうところに専念しましょう。まあ、この大使はね、おそらくそこが合戦で一番重要なポイントになるというか、よし、これで全軍撤退に追い込みましたね。もうあとどうだろう、組織だった抵抗は、まあ、2回3回は難しいんじゃないかなっていうぐらいね、ダメージ与えてますからね。でこれでこの隅城はこちらの手に落ちるでしょう。かたじけない。そしたら力攻めのもと一気にこの隅城を落とします。で室津城も取りましたね。かたじけない。そしたら信長の軍は天神山には左近の部隊が向かっているので、一路津山城まで兵を進めていきましょう。勝ち戦だ、勝ちどきを上げよ。いや、大国だった豊臣もやっぱり国力で圧倒することができるな。鉄砲隊でね、大敗した時はこれはこれはと思いましたけど、雨がやっぱり重要でしたね。まともにね、やっぱり鉄砲隊とぶつかるとかなり厳しいんで。そしたら機内方面に残っている高槻、飯盛山、この辺りに軍を起こして一気にこの辺りの城もかすめ取りましょうか。出陣するぞ。でちょっと配属をしていないんですけど、配属はもう豊臣を滅ぼした後にサクサクサクッとやってしまいたいと思いますので、このまま進めていっちゃいましょう。一人たりとも逃すな。ね、成政と秀吉、ここも因縁の対決だな。いやでも秀吉軍も全然まだまだ粘るな。しかもここは兵力的にはほぼ拮抗した兵力で戦うのか。で敵の方はというと、光秀、常久、長吉、数正、義明、そうそうたるメンバーだな。危ないぞこれは。これは危ないな。本陣切り込みにする。いや全軍突撃だな。全軍突撃で一気に敵の繊維を削る方に専念しましょう。敵は懐深く核欲の陣。行きます。敵の方に一応これを見る限りだと、3つの陣がありますね。武将の質的には今回は豊臣側秀吉の方が有利ですね。やりたい、前。秀吉がどこにいるかだな。秀吉と相対するまでにある程度敵の繊維ゲージを削っておきたいんですけどね。我が力思い知るがよい。ちょっとここは全軍突撃にしない方が良かったかもしれないな、今更だけど。足軽隊前へ。
モミ隊が撤退。溝口隊に関しては撤退させられるのは時間の問題だな。かわしてみせよ。深く当たったか。このままでは。今は引くぞ。今だ。放て。まずいな、これは押し切られるぞ。2万の軍勢が完全に無意味になるな。くそ、秀吉軍め、戦場が良くなかったな。油断ですね、これは本当に油断。お、なんとかでも盛り返してる、盛り返してるか、終わるかなと思ったけど頑張ってるね。秀吉はあそこに陣を取って待ち構えてる感じか。どうだ、これはターンを進めると同時に全軍撤退になる。悔しいね、完全に油断から来る敗北だな。2万の軍がパーになっちゃいましたね。お味方が討ち死にしました。そうするとだ、どうするかっていうと、木村重成5000と相対するのは危険なんで、左近を秀吉にぶつけるか。包囲せよ。で、信長はさらに兵を進めて、俺に続け。山中鹿之助の軍と戦いますか。報告いたす、先月の終始だ。表情を始めましょう。まあ、ここは正信左近に正信でいいでしょう。鉄砲攻撃力上昇、精鋭鉄砲隊か。これはすぐにでもやりたいな。ちょっとね、軍事足りないんで先に進めちゃいますが、左近 VS 秀吉だな。ここはね、さっき左近、秀吉軍に成政隊が負けてるんでね、ここも6800しか兵を展開できないのか。これは危険だな。こここそしっかり勝ちに行きましょう。森林地帯が多いんであれば神出鬼没にする。任せくだされ。まあ、一応陣はこちらが持っていて、武将の質も決して負けてないはずなので、まあ、まずは全体的に軍を進めましょう。森林っていうか山だな、ここに関して言うと。完全に敵の居所知れました、ね、放て。
策のある者がいるようです。策がございます。とっておき食らわせてくれるわ。ご命令を。始めるぞ。覚悟しろ。始めるぞ。ご命令を。ゲチよ、始めるぞ。さて、見つぶしてやるぜ。切り込め。今が好機。足軽隊、踏ん張れ。まあ、秀吉を改装させるというのが一番手っ取り早いというか手っ取り早いけど、まあそう簡単にはいかないからね。覚悟しろ、覚悟しろ。この策で出し抜いてくれよ。我が策、ご覧ください。我が良いも。まあ、ここは長期戦覚悟の上で確実に秀吉軍を撃破しておきましょうね。敵の居所知れました。おごそ、お聞きくだされ。この戦、これで終わらせる。まあそうそう簡単には敵の方も優秀な武将が揃ってるんで崩れませんからね。突破見よ。我が力、思い知るがよい。やりたい、前へ。叩き潰せ。策のある者がいるようです。我が策、ご覧ください。今こそ雌雄を決する時。この戦、まあどっちが先に崩れ始めるかっていうところで一気に戦局が変わりそうだけど、今今だとまだまだ一進一退だからな。やりたい、前へ。我が策、ご覧くださる。掴んだ勝機、逃しはせぬ。まあ、秀吉総敵っていうのだけでも強力ですからね。さらに光秀とかね、祖豪とか入ってますから、本当に油断ならない。一撃、貴様にかわせまい。どっか一体が崩れると、そこからガガガガッと雪崩式に全軍が崩壊する可能性があるんで。やりたい、前へ。ゲチよ、我が策。いや、なかなか本当に敵軍崩れないな。おごそ、お聞きくだされ。この一撃、全てをかける。そうなるとちょっとこの55って危険な数字なんで下げましょう。旗の対55は確実に。お、なんだなんだ、秀吉軍を壊滅させたのか。これは大きいな。全く見てなかったけど、いや、さっきで成政隊、さっさ成政隊が秀吉軍に敗北を喫した時はどうなるかなと思いましたけど。この戦、土地はもらったぞ。よし、これで天神山を落としましたね。かたじけない。そしたら中国地方を残す、鳥取城はもう秀吉ではなく、信長に任せておいて、左近は明田城に向かいましょう。これでほぼほぼ攻略は終わるかな。あ、総敵で高槻城とかこの辺りはこれから木村重成隊と合戦になる感じかな。ここはしっかり和正に、滝川和正に任せましょう。何、ここは山中鹿之助は
攻めてきた感じか。ここは本陣切り込みだな。で鹿之助を打ち取りましょう。それが多分一番手取り早いかな。まあ、ここはね3倍の軍勢を持ってますからね。この3倍の軍勢で始めよ。行くぞ。そうか、ここも勝家をそのまま本陣切り込み台に入れたままにしちゃいましたけど、まあいいでしょう。敵の居所知れました。見つけたぜ。策のある者がいるとのこと。この策で勝てるはずだぜ。かかれ。敵の居所知れましたな。その首もらい受け。敵の居所知れましたな。このままでは。覚悟せよ。これが新しき戦、新しき天下よ。策のある者がいるとのこと。この策で勝利をつかむ。ひるむな。止め。撃て。掴んだ勝機逃しはせぬ。その首この手でいただくとしよう。なんでちょっとまた旅行の話をしておくと、次回はですねちょっと街歩きの部分と、あとはシンガポールフライヤーとか、すっごくでっかい観覧車、1周30分近くかかるね、観覧車とかいろいろありますね。その様子もちょいちょいご紹介していきたいなと思います。で今回はもう夜遊びに関して言うと、まあ、バンコクの初日ぐらいしかちょっとね夜遊びができなかったんで、夜遊びの話がねあまり盛り込めないんですけども、その他はまあ日中はねちょっとね女の子の目を盗んでエッチなマッサージ屋さんとかに行ったりはしたんですけどね。で1月に行くときも初日はフリーにしておいて、2日目以降はおきにちゃんたちと遊ぼうかなという計画にしてます。これで一気にもう敵の部隊は壊滅に追い込めるかな。これにて幕とさせていただこう。覚悟なき者負けはせぬ。この命尽きよと貴様を。まあ信長が率いてた5万の軍勢で豊臣領を蹂躙した形になりますね。で中国地方はほぼほぼ平定が終わったので、残った機内の高槻城、ここで滝川軍と木村重成隊がどう戦うかぐらいですかね。残りはここだ、ここですね。ここで勝利できればほぼほぼ決まるかな。木村重成隊は500で、残りが結構強いね。毛利勝長、鈴木三太夫、柳生宗則とかね入ってますね。まあ、ただここはここは短期決戦に持ち込もう。武将の質では完全に負けてるからな。ちょっと心配なのが滝川一益が数がちょっと少ないかなっていうところかな。軍の率いている数がですね。放て。
敵の居所知れましたな。放て。やりたい前へ。我が刃、望むは貴様か。まあ、平地だとやっぱり攻防のスピードが全然違いますね。早い早い。やりたい前へ。格の差思い知るがよい。引っかかったな。こっちはまあ使えるっていう言い方すると失礼ですけど、榊原康政、信忠ぐらいですかね。数正以外で戦闘力が高い武将といえば。浅はかなり覚悟なき者、明けはせぬ。今は引くぞ。放て。まさか敗れるとは。さあ、木村重成に特攻をかけるというフェーズではもうないので、今いる部隊を確実に削っていくっていう感じかな。お聞きくだされ。下中始めるぞ。我が策これに。ご命令を。始めるぞ。その首、まあ、普通に戦っていけば負けないかなって感じですね。我らの勝ち揺るがぬぞ。一旦引くぞ。覚悟しろ。我が策ご覧くだされ。ロドスお聞きくだされ。ゲチを始めるぞ。覚悟せよ。これにて幕とさせていただこう。我らの勝ち。もう敵の一部隊を撤退、まあ二部隊回送で蹴りがつくかな。知れました。これほどと策のある者がおります。ロドスお聞きくだされ。我が策これに。格の差思い知るがよい。始めるぞ。ゲチを始めるぞ。朝倉隊がちょっと足を引っ張りそうな雰囲気かな。時には大胆に攻め込まねばな。バカな、ありえん。放て。皆の者。さあ、これで機内のホーム切りがつきそうですね。いや、木村重成隊結構武将が優秀だったな。ここには池田輝政、木村重成、ただ木村重成能力だけで見ると統率60とかなんで、決してね手こずるような相手ではなかったですね。さては、カズマスの軍勢は飯盛や前兵を進めて、機内から豊臣を追い出しちゃいましょう。まずは我が野望
何人たりとも止められぬ。さあちょっと1時間かかってますんで、そろそろ豊臣の息の根を止めていきましょうか。参る。出陣する。包囲せよ。王国いたす先月の終始だ。包囲せよ。我らとて負けられぬのでな。さあこれで機内から豊臣の城を全部奪い取りましたね。さあ残り2つ、鳥取武田も力攻めで。片付けない。戻るぞ。この城もらい受ける。最後の武田城も攻略しましたね。これで豊臣を完全に壊滅させましたけど、いやー強いな。やっぱりこう見ても、まあ、秀吉は文句なしですよね。で光秀も文句なしで、漱石もねめちゃくちゃ強いですからね。であとは長吉もご覧の能力で、三太夫でしょ、勝長、秀長とかも強いですからね。あとは武勇系でいうと正則も強いし、これでまただいぶ武将が補充されましたね。はい、というわけで、ちょっと1時間以上かかっちゃいましたけども、今回は豊臣攻略戦をお届けしました。いかがでしたでしょうか。次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。